はいこんにちはレトスノーノです7月16日の3問に入っていきます A が B に A 所有の高土地を売却しその際 B 所有のオツ土地が売れた時に B は A に高土地の代金を支払うという条件をつけた A の代金債権の消滅事項はいつから進行するかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。問題文の状況としては、B さんが所有する土地があるんですね。落つ土地っていうのがあって、これが売れた時に B さんは A に代金を支払う。つまり B さんは A から高土地を買ってるんですよね。B は A から 高土地地地をををを買っっっっってなっててててまますすす A A A がなるるのでで主語ににしたら、A、は B 売売んねつまり、B が持っている土地が売れたら、B さんは A から土地買いますよっていう条件なんですよ。で、この場合、売った側の A さんの代金再建、つまり、A さんが B さんに、こ土地の代金を取り立てる権利ですね。これの消滅事項はいつから進行を始めるかという内容です。で、答えは、 B さんの落つ土地が売れた時からなんですね消滅事項の起算点いつから進行するかというのは権利を行使できる時から進行しますつまり売り主 A が買い主 B に対して代金の取り立てをできるのはいつからですかこれを考えればいいだけなんですよね権利が行使できるってことは取り立てができるってことなのでいつ取り立てができるかということなんですよ で、代金を請求できるのは、つまり取り立てができるのは、おつ土地が売れた時からですよね。B さんが持っているおつ土地、これが売れた時からです。なので、A の代金再建の消滅事項は、おつ土地が売れた時から進行をします。それでは問いに入ります。え、宅建業者 A が、え自ら所有する土地を、10区画の一段の宅地に造成し、これを分譲しようとしている。A が案内所を設置して、 そこで、宅検業法第35条の規定による重要事項説明をさせようとするときは、その業務を行うのは、専任の取引士でなければならない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。案内所には1名以上の専任の取引士を置かなければなりません。しかし、重要事項説明をする取引士は、専任の取引士でなくても構いません。もう普通の一般の取引士であれば、重要事項説明を行うことができます。 よって誤りだということですね。まあ、基本的な問題なので解けるようにしておきましょう。短期講座では、通の取引士と専任の取引士の違いまで解説しています。しっかり対比して頭に入れておきましょう。で、問い3ですね。開発許可の申請書には、開発区域内の土地、または建築物の権利者全員の同意を得たことを証する書面を添付する必要はない、丸か罰かという問題ですね。 答えは丸です。全員の同意は不要です。開発許可の申請書には、相当数の同意、これを得たことを証する書面を添付しなければなりません。つまり、相当数の同意書を添付しなければならないということですね。全員の同意書までは必要ありませんよということですで。相当数ってどれくらいの数って思われるかもしれないんですけども、ここまで考える必要はありません。そのまま相当数と覚えれば大丈夫です。 で、無駄な知識っていうのはできるだけ頭に入れない方がいいです。まあね、気になる方はこの相当数ってどれくらいなのって考えてね、調べる方いると思うんですけども、そこまで考える必要はなくて、もう必要な知識のみ頭に入れていくってことが重要なんですね。これがもう合格への道です。何でもかんでも理解しようとすると、もう逆に非効率になっちゃうんですよ。 理解しなければいけない部分は理解しなければいけないけども、理解しなくていい部分は理解しなくてもいいんですね。で、今回のこの相当数っていうのは理解しなくてもいいので、もうそのまま相当数と覚えちゃいましょう。そして最後にお知らせです。試験まで約3ヶ月。そろそろ実力はついてきていますでしょうか実際弊社の受講師さんは、すでに模試を行っていただいて、コンスタントに40点前後、取っていただいている方もいらっしゃいます。勉強の仕方を間違えなければ、 宅研試験は4ヶ月あれば一発で合格できます。弊社の受講者の中でも中卒で元飛び職、法律知識が全くゼロ。この方は7月中旬から受講していただいて、たった3ヶ月で一発合格しました。この方でも3ヶ月で1回で合格できる資格なんで、あなたも今年合格できます。勉強始めたはいいけれども、なかなか理解できない。解けない問題がたくさんある。今年合格できるか不安。 でも絶対今年合格したい。もしあなたがそう思っているのであれば短期集中実用カップ講座はおすすめです。理解すべき内容は解説に書いてあります。具体例、考え方、関連ポイント、一緒に解説に書いてあります。分かりづらい部分も分かりやすく噛み砕いて解説してあります。もしそれでも分からない場合は、直接私にご質問いただければ解説させていただきます。今からでも今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。 短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで是非ご確認くださいあなたの受講をお待ちしております卓剣合格目指して一緒に頑張っていきましょう